こんにちは、ケンイチです。今回の動画では火起こしとか焚き火にあったら便利なもの9選をご紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。でまず1つ目が焚き火台です。で今回使用しているのはスノーピークの焚き火台なんですけれども、で最近だとどこのサイトでも焚き火台を使用してくださいっていうところが多いです。で特に芝生サイトとかだとこの焚き火台だけじゃなくて輻射熱で下にすごい熱が伝わるっていうこともありますので、こういう芝生を守るための芝生ガードだったりとかも必要になってくると思います。これだけだと結構その芝生サイトとかだと不十分だなって僕は思ってて、こういったスパッタシートとかっていうようなこの焚き火台のさらに下に敷くようなものもあるといいです。まあ、これを敷くことは別に義務ではないんですけれども、こういったものがあるとこういう下にこの輻射熱から芝生を守ることはできると思うんですけど、ここから直接ポロって落っこっちゃう時とか、特に薪が崩れる時とか、そういった時にこの芝生に直接落っこってしまうとかっていうことが考えられると思いますので、そういった時にこういうスパッタシートとかを敷いておくと落っこったとしてもすぐに拾ってその芝生をすぐに守ってあげられることもできるのでおすすめでございます。でこちら僕 Amazon で購入したスパッタシートなんですけれども、最高の瞬間使用温度が1500度まで耐えられて、まあ、基本的な温度は700度が制限となっております。で素材はガラス繊維ですね。グラスファイバーと呼ばれるもので、結構なんか使ってるとチクチクしてきたりするんですけれども、火に強くて1800円の税込みで僕は購入したので結構おすすめです。あとこんな感じのハトメがついてるタイプを僕購入したので、風が強い日とかでもここにペグダウンをすることもできますので、まあ、こういったものがあると便利だと思います。で次にあった方がいいものとしては着火剤になります。でこの慣れてくる人とか、まあ、結構熟練度の高い人とかだとあんまり着火剤を使用することを否定する方とかも多いと思うんですけども、慣れてる人とかだとこういう朝で火をつけるとかっていうこともできると思うんですけども、特に初心者の方だと結構火をつけるのに苦戦してなかなかキャンプが楽しめないとかっていうこととか、あとは家族を待たせてしまうこととかもあると思うんですけども、そういった時にこういったものがあると特に初心者の方は簡単に火がつけられるのでおすすめです。で僕も昔火をつけるのに結構苦戦したことがあったんですけども、まあそういった場合もこういった着火剤ですねがあると火を起こしやすいです。でその中でもこの文化焚き付け、まあ、結構キャンパーさんにはなんかあれはもう臭くてとか、あんなの使うやつはみたいな感じで言われることもあると思うんですけど、この着火剤の中でもやっぱ文化焚き付けは裏切らない火力があると思います。ですごく燃えがいいし、これは安心して安定して使えると思います。結構どこのホームセンターとかでも購入することができるので、こちらおすすめでございます。であとはこういった固形燃料とかでも大丈夫ですので、最初に火をつけるのにこれに火をつけてその上に火を組んでいくってことをやれば簡単に火をつけることができますので、まあ、こういったものがあるといいです。で次にあった方がいいものとしてはこちらの薪ですね。燃やす薪だったり、あとは火を長持ちさせたい場合は炭があるといいと思います。で炭の中でもよくあるホームセンターで売られている木炭もいいと思うんですけども、僕はこのオガビン長炭っていうものを使用しています。でこれ結構火をつけるのが大変なんですけども、一度ついてしまえばその日バーベキューやってる時間だったら基本的にずっと持つようないい炭なので、まあ、そういったものも使用するといいと思います。まあ、炭の中でもいろんな種類があるので、普通の木炭とか、まあ、その備長炭の中で自分がやりやすいものを選んでいくといいんじゃないかなと思います。で次にあった方がいいものとしては耐火手袋ですね。まあ、革手袋とかでもいいんですけれども、結構これをしてで薪をくべたりとか燃えてないところを掴んだりももちろんだし、まあ、ちょっとクッカーを乗せる時とかにもこういったものをしていると手が熱くならないで火傷の防止にもなるので、こういったものを、まあ、持っておいた方がいいというか、必ず持っておかないと火傷になってしまいますので、まあ、特に軍手とかだと燃えやすかったりとか溶けてしまうんですよね。で溶けてしまったりとか、あとその溶けて手が熱くなるのももちろんなんですけど、クッカーとかにそのまま溶けたものがこびりついたりすると、なんかせっかく大切にしているクッカーとかがその軍手の跡とかがついてしまったりするので、まあ、こういう耐火手袋だったりその革手袋を持って作業をするっていうことがおすすめでございます。で次に必要なのがこちらの炭バサミですね。まあ、炭バサミもいろんな種類なものがあるんですけれども、僕が使用しているのはテオゴニアの炭バサミです。僕アマゾンで購入したんですけども、そのアマゾンのレビューの中で
すげえ使いづらいっていうようなレビューがたくさんあったんですけども、このフォルムがすごくかっこよくて、僕らはこっちを使用しています。実際に僕使用してみた感想としては、めちゃくちゃ使いやすいですね。で、安いやつとかだと、このハサミの部分が曲がっちゃったりとか、掴んでグーってやっていくと、だんだんこの外にこうグーってやった力で外に開いていくんですけど、そうすると前回というか、ちゃんと閉じても先っちょが閉じきらないとかっていう風になってくるので、まあ、そういったことがあったんですけど、このテオゴニアのやつはここが結構1センチまでいかないんですけど、太さがあって、こういう巻きもがっちり掴んで、こうやって動かしても大丈夫なぐらい強いので、これおすすめです。で、あとはまあそういうスノーピークとかも結構評判が良かったりしますので、まあ、そういったものを実際に触ってみて買ったらいいと思いますので、最近だとアウトドアショップとかに行くと、スミバサミも結構いろんな種類があって、このテオゴニアを置いてある場所とかも増えてきてると思いますので、ぜひ触って検討してみてください。で、次7つ目なんですけれども、こういう薪とか、あとは炭を置いておけるようなグリルブリッジとか、あとはスノーピークでいうとシェルフコンテナとか、まあ、そういったものがあるといいと思います。で、焚き火をするときに直接地面に置いておくっていう方も多いと思うんですけども、そうすると地面から湿気が結構出ていますので、そうするとこういう薪とかが、あとは炭とか、そういったものが地面の水分を吸い取ってしまうんですよね。で、そうすると燃えづらくなったりとか、あとは燃焼させるときに煙が出てしまって、焚き火楽しんでるのにもう煙たくてもう目がしょぼしょぼしちゃうよみたいな方とかも出てきちゃうと思いますので、まあ、そういったことがないように地面から少し距離を置けるような台ですね。何でもいいんですけども、今回僕たちが使用しているのは、これはアマゾンチョイスのグリルブリッジと、あとはこっちにちょっとまた違うんですけども、こっちはアマゾンベーシックのグリルですね。どちらも直火で使用することができて、で、例えばその直火のところにそのままドンってやって、その上で料理をするようなグリルとしても使えるし、で、こういう風に一時的になんか物を乗っけておくとか、で、あとはもう何乗っけてもいいですね。こっちのアマゾンベーシックの方が結構ガッチリしてるので、なんか重たいダチオーブンだったりとか、まあそういうものを置いておくのもおすすめですね。で、こっちの方はちょっと細くて作りとしては弱いんですけど、すごく軽いっていう利点があるので、まあ、どちらもあると便利だと思います。特に1日泊まりで焚き火を楽しむよとかっていう風になると、薪を1束じゃなくて2束3束とかっていう風にたくさん買うと思いますので、まあ、そういった場合は特にこういうものがあると全部乾いた状態でストックしてサイトに置いておくことができますので、こちら用意することをお勧めいたします。8つ目は火消し壺ですね。こちら、まあ、今回ロゴスのものを僕は使用しているんですけれども、この中にこんな感じで開けて使用し終わった炭を入れておくようなものですね。で、結構これ別にいらないよっていう方も多いし、邪魔になるじゃんっていう風な声も聞こえてきそうなんですけども、これがあるとめちゃくちゃ便利だし、これがないと炭を持って帰ることができない場所とかだと処理することができない、だから消えるまで待たなきゃいけなかったりすると思うんですけども、これがあれば最後少しだけ残ってたとしても入れて、で、蓋をしちゃえばそのまま消火して家に車に乗っけて持って帰ることもできますので、すごく重宝します。で、さらにこんな感じで前回使った炭とかを入れておいて、で、これで火をつけるとめちゃくちゃ最初火がつけやすいです。ですので次のキャンプとかでもまだまだ使用することができるので、これに満タンに入れて持って帰ったとしても、また次回のキャンプとかバーベキューで全然使うことができますので、そういったことも考えると、この火消し壺が1個あるとキャンプが片付けも楽になるし、次始める時もすごくスムーズに火起こしができるので、まあ、こういった別にロゴスじゃなくてもいいと思うんですけども、火消し壺が1個あるとものすごくキャンプやりやすくなると思いますので、用意するようにしましょう。で、次にあった方がいいものとしては火をつけるものですね。まあ、こういうガストーチと呼ばれるものもおすすめですし、まあ、チャッカマンとかジッポとか、まあ、火をつけられるものであれば何でも OK です。で、慣れてないうちは、まあ、こういうガスバーナーとかもあるとものすごく重宝して、まあ、もし火がつけられないとかっていう事態に陥ったとしても、ほぼ確実にこれがあれば火をつけることができますので、こういったものもあると便利だと思います。で、あとは火起こしに慣れてきたりすると、まあ、こういうメタルマッチとかファイアースターターと呼ばれるもので、まあ、こういうふうに吸って
まあ、こんな感じで火花を飛ばして、まあ、こういう麻の紐とかをほぐしたものとかに火をつけたりとか、あとは乾いた葉っぱとかに火をつけるっていうことも楽しむことができますので、まあ、そういう火をつけるものがあると便利です。はい、ということで今回は焚き火にあった方がいいもの9選をご紹介してきましたので、今回ご紹介させていただいた商品は概要欄の方にリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画が少しでもためになったなと思っていただけましたら、高評価とあとはチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。